世界遺産ハロン湾。その不思議な岩が作る景色は人の理解を超えていた。ハロン湾を渡りし、ピンまで400キロ、私はバイクでぶっ飛ばした。おはようございます。7月になりました。昨日ハロン湾から12時間ぐらい運転してやって着いたんですけど、今日も12時間です。正直な気持ちはしんどいです。頑張ります。愛と勇気と力とが静かに眠る海の底、飛び立て飛び立て飛び立て、三つのメカが一つになって、休憩です。半分、暑い、いい天気。あと2時間ぐらい頑張ります。生きていくんだ、それでいいんだ。ビルに飲み込まれ、ケバン洞窟ですね。世界遺産に着きました。ただ川越しにみんないるので、もしかしたらあの船に乗らなきゃいけないかもしれないです。お尻が痛い、疲れました。なんか船が結構出てますね。あれかもしれない。ちょっと行ってみます。船に乗って行かないといけないそうなんですけど、おそらく、まあ、ツアーみたいな形で行ってる人がほとんどと、まあ、僕はちょっと今あの船のおじさんに聞いたんですけど、なんか行けないよみたいな感じで向こう岸に今行っちゃいました。ということで、この世界遺産は終了です。イエーイ、イエーイ。洞窟に入れませんでした。大丈夫か。バイバイ。バイバイ。I'm from Vietnam, Miss. Bye bye. I love you. I love you, Japan. して望遠鏡を覗き込んだ。静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ。明日が僕らを呼んだって、返事もろくにしなかった。今という放棄をし、君と二人を追いかけてた。おはようございます。船に2日間滞在しますので、今日は1日ゆっくり観光していきたいと思います。まずは朝ごはんから。ジャパン、ハッパンチ、イエーイ、チョプチョプチョプ。あっという間に出てきました。食べたいと思います。では、船の観光をしたいと
思います。で、フェは結構コンパクトな、ね、街ね。で、王朝がすごくたくさんあってコンパクトなんですけど、意外と全て見ようと思うと時間が必要な街だということです。で、今日は、そのベトナムの最後の王朝と言ってる、元王朝と、あとなんかセットでチケットが売られてる、定票が3つ行けるチケットがあるそうなんで、それ買って4つちょっとめぐってみたいと、めぐってみたいと思います。綺麗ですね、結構。そしてすごくいい天気。今日一日中バイク運転してたのも日焼けがすごいことになりそうですね。今ですよ、こんな感じでもうなんか鈴カステラみたいになっちゃってるんですけど、まあとりあえずそれぐらい日差しが強いです。みんな暑くて寝てます。大粒で寝てます。意外と王朝が広いです。ちょっとゆっくりします。町にはベトナム戦争で使われた戦車が置かれていました。ということで3つ目のお墓に着きました。風のせいで体調があまり良くないですね。頑張ります。一つ発見しました。もしかしたら瓶ビールの会社で作ってるかもしれないです。日本